スプリングバレーブルワリーは8月9日、ビアートゥーゴーバイスプリングバレーブルワリーを銀座ソニーパーク地下4階にオープンしました。ソニーパークはソニータワーの跡地に建設された公園型の複合型商業施設で、銀座の新たな施設として注目されています。スプリングバレーブルワリーは様々な施設に出店することにより、新たな顧客確保とブランドの浸透を狙っています。今回のスプリングバレーブルワリーは、東京、横浜、京都にある従来型の店舗とは異なり、カウンターでビールを受け取り、施設内どこでも飲めるというフランクなスタイルを採用しています。また、7種類のクラフトビールと季節ごとに変わる12種類のデリが楽しめます。2、30代 の、まあ、若い方から割と年齢層上の方まで含めていらっしゃっていただけると思いますし、2020年 の、 オリンピックの年まで やりますので、いろいろな方がいらっしゃってくれると思います。